はい、今回はですね、松井監督ですよ。ついに、来てくれました。ありがとうございます。お願いします。いやもう、ね、オフ企画でね、はい、ゴルフで、対談とありましたけども、今回キャンプ地には我々がお邪魔して、はい、ユニフォーム姿、やっぱり似合うね。いやいや、そんなことありません。いやー、かっこええわ。もうみんながかっこいいって言ってるもんね。で、まあ、監督としてこのキャンプ初めてになるんですけど、今回どうですか、見てて。順調には来てると思います。はい、まあ、今回6日からスタートだったんですけど、うん、まあ、それに合わせて選手たちもしっかりと、体も作ってきてくれましたし、うん、そういう意味でいい風には来てるんじゃないかなと思いますね。このキャンプの中で監督から見て、この選手ちょっと面白い。もちろん競争と言ってる以上みんなだと思いますけど、でも若林が膝怪我してから、うん、昨年よりやっぱり今年の方が非常に状態もいいし、スピード的にも非常に上がってますので、うん、楽しみにはしてますね。で、今年のチームのスローガンが走行、はい、走るよっていうね。そうですね、走行イコール盗塁盗塁ってこう皆さん言われると思うんですけど、まあ、そういうところではなく、うんうん、基本的なところからしっかり走ろうよっていうところも含めてですね、うん、なんかこう相手にプレッシャーをかけれる、なんかこうアグレッシブな走塁ができたらなって、そういう意識も込めての走行なので、はい、一つでも先の塁、先の塁、はい、でファーストまでの全力疾走、はいはい、基本ですよね。基本、はいはい、これはしっかりできるって、そこを相手にプレッシャーをどうかけれるか、そうしていくとやっぱ盗塁も僕は増えてくるんじゃないかなと思って。そうだね、相手にプレッシャーもかかるんで、ね、はい、守備に対してのそこら辺大事なところだ、はい、それをやっぱり他の選手がこう考えてそれを汲み取ってくれてやってくれるかどうかなんで。あ、でもこのキャンプ見てますと非常にそのアップからそうですけど、うん、非常に活気もありますし、そういうところっていうのはまあ、ベースランニングもそうなんですけど、非常に意識してやってくれてるんじゃないかなと思ってます。監督の思ってることを大体選手理解しながらそうですね、やってくれてるってことですね。まあ、そこももちろん伝えながらですし、はい、またコーチたちもしっかりとこう選手に伝えてくれて、そういうところをこう明るく厳しくやっていただいてるんで、まあ、非常にありがたいですけど。そうだね。まあ、あとなんか今年から練習でドローンを使ってるって聞いたんだけど。はい、ドローン、はい、ゴルフで追いかけてないです。ドローンは何を目的かなんか。いつもと僕たちとこの同じ目線でいるので、まあ、ちょっとそのスタンドから見てる目線であったり、うん、まあ、その動きの確認であるんですけど、なんかちょっと自分の違う視点、まあ、視野から、うん、まあ、見れたらどうかなっていうので、まあ、昨年の秋もちょっとティーバッティングからも取り入れてたんですけど、ちょっとしびれやってみたいっていう話をしてて。でもそれありだと思うよ。そうですね、スタンドの上から見るようなイメージやね。だから一つの打球に対して外野手の動きだったりとか、内野がどうこいつって、はい、なんか全体ね、同じ目線なかなか難しいんですよね。そうですね、ここだけに集中してしまうんですけど、なんか全体見れたら、ちょっと取り入れながら。これちょっとね、最先端走ってるから、多分他球団これマネすると思う。いや、ドローンだ、どこの球団も入れてないでしょ。そうなんですか、多分。そういうこともいろんな何か活用していこうっていうことも話をもらったりしながらやってます。ヘッドコーチには今年から後輩にある平井コーチが入りましたけども、はい、和夫監督と平井コーチっていうのは現役が僕楽天でやってるんですよ。楽天でやってる、はい、でそれで今回ヘッドコーチに入ってきたんだけど、やっぱり PL つながりもあるし、平井ヘッドコーチのこうやりたいこととか人間性っていうのがあるのかな。もうもちろんありました。やっぱね、彼は監督も経験してるし、うん、いろんな経験をしてるので、野球の視野であったりいろんな野球観であったり事細かく見てくれてますから、うん、まあ、そういう意味では安心して、任せれますし、まあ、こういう時はバッて、ね、平井も言ってくれるし。いや、それね、先ほど平井君ヘッドコーチ聞いたんだけど、監督はもう監督の仕事だけに集中してほしいから、それ以外のことは僕やってみりますよと言ってくれてたんで。なんかでもそれね、監督を経験してるから、そういうとこもあるでしょうし、まあ、そういう意味では本当に頼もしいですよね。いい人材を引っ張ってきたなと思いながら、なんか10分で立ち話、いや、それはこれちょっと違うんじゃないかって、こっちも言ってましたけどね。言ってた、言ってた。監督との扱い違いすぎるよって文句言ってたけど、だったら監督やれって。そこ言わないとね、いけないよね。今回のキーワードは、ラ。もう野球の話はこれぐらいでもういろいろ聞かれてると思うんで。いやね、聞かれすぎてます。だよな。ね、じゃあ、私の話を。はい。カズも、すごい現役時代からおしゃれ。ね、髪型もね、ちょっとみんなと違う髪型したりとか、ね、まあ、若い頃は金髪にしてね、いろいろやってたけども、いや、俺は白髪染めだから、今、選手で、ね、こいつはおしゃれだなっていうのが、
れですかね、主役も変わってきましたね、でもね、変わってきたね、こうもっともっとラフになってきてるような、うんうん、そういう感じがしますし、ゲンとかおしゃれじゃないですか。あ、そうなの、はい、俺だよって言ってしちゃったの。今でも俺だよ。いやいや、僕はもうちょっともう年齢も来ました。そんな若いやっぱできませんけど。いやいや、ある程度年いった年なりのおしゃれがあるから。ゲンとかじゃないですかね。あそう、はい、ゲンダ選手が一番おしゃれだと。お金子選手とかどうなの。あ、ユージもあ、そうですね、ユージもそうですね。結構あの子もね、髪型からどういうの変わったりとかしてるし、まあそこら辺だね。まあ、何でも結構ユージはちょっとね、ファッションリーダーって的なことで、ね、そうですね、ユージも好きですね。はい、トレちゃん、毎年このキャンプこう来てるんだけども、ここおすすめだよっていうメシアさん。南郷。南郷。監督になってからは行かないか、ほとんど。現役時代も行ってないか。現役時代あの油津とか日南の方に行ってましたよ。あ、女の子は出てたの。はい、20分、25分ぐらいかけてよく行ってましたね。何個近くだったら鳥、まあ、鳥がメインですけど。ああ、鳥で、はい、はい、そこ行ったり、あとはちょっと離れたところに電波が届かない自撮り屋さんがあるんですよ。電波が届かない、携帯電波入んないんですよ。マジで山の中入っていくんですけど、ちょっと電波届くようにしなきゃなんだね、これね。そこね、美味しいですよ。まあ、それは仕事してるからね。電波と。もうどんどん近づくにつれ、一本から出てきて。じゃあ、でも、監督どこ行ったって電波入ってないけど、そこに行けば、いるってことだよ。なんか、噂、なんか、聞いた話は、こう、まあ、お医者さんの方とか、うん、行かれるじゃないですか。うん、そしたら、この店の番号を教えるらしいです。なんかあったら。そうか、直に。直に。電話取られる。そこがね、結構ね、ここでちょっと、電波上げてもらって携帯繋がるように。たまには繋がらないぐらいそっちがいい、都合がいい時あるからな。そうだな。でも本当にそこ多いですね。あ、ほら、はい、地元は東京であんま行かないですね。行かない。肉としてはまあ焼肉か、いつもこう行ってるところがなかなか新しいところって行かないですね。開拓しない。開拓しない。じゃあ今度シドンでもいいから開拓しに行こう。お願いします、うん、いいとこいっぱいあるから。美味しいとこあるでしょうね、うん、いっぱい、うん、お願いします。何人か連れて行くと構わないから、はい、数一人で来るんじゃなくてもね。わかりました。そこら辺は分かんないですよね。もうどんどん新しいお店も出てるし、予約が取れないとこもいっぱいあるじゃないですか、うん、で結構野球選手は個室が好きだから個室のあるところで、うん、お願いします。そういうところは全部こっちでセッティングしますんで、やっぱりこう目立っちゃうといけないんで、やっぱりそこら辺はね、野球選手個室にちゃんと入れるように、ちゃんとやるんです。そこら辺入ってしますから楽しみにしてます。オッケーオッケー。だからそのためにやっぱりシーズン頑張ってもらわないとね。そうですね、うん、とりあえずもやっぱりオールの OB で一緒に現役時代やってたんだから、やっぱりここは応援したいところだし、はい、ライオンズっていうことね、はい、ぜひ頑張ってください。頑張ります。なんかこう内に秘めたこう闘志みたいなのを見られるとあるよね。こうね、頑張ります。はい、やるからには。そりゃそうや、はい、当然やん、はい、優勝狙ってしましょう。はい、頑張ってください。頑張ります。はい、じゃあ期待しております。はい、ありがとうございました。